アーネスト・バンクスはシカゴ・カブスに所属していたメジャーリーガー。1977年にアメリカ野球殿堂入り、ミスター・カブと言われカブスの看板プレイヤーであった。バンクスがつけていた背番号14はシカゴ・カブスの永久欠番である。おいは1981年から1983年の3年間、レンジャーズでプレーした保守、ボブ・ジョンソン。 1931年1月31日にテキサス州ダラスで生まれ、少年時代はニグロリーグのダラスグリーンモナークスやブラックジャイアンツで投手や保守の経験がある父とキャッチボールをして育った。高校時代のバンクスは学校に野球部がなかったため、当初バスケットボールや陸上競技に興味を示し、さらに学校に通うかたわら、渡積農場でアルバイトをしていた。 17歳の時にセミプロ球団アマディロコルツと1試合15ドルで契約。1950年にニグロリーグのカンザスシティモナークスと月給300ドルで契約。しかし、1951年から1953年にかけて兵役に就いたため出場することができなかったが、兵役から復帰した1953年にバンクスは打率386。 20本塁打を記録。シカゴホワイトソックスと争奪戦となったが、1953年9月8日、シカゴカブスと契約金2000ドルで契約した。9月17日にカブス球団史上初めての黒人選手としてメジャーデビューを果たし、1956年に手の骨折で欠場するまで424試合連続試合出場を達成している。 1954年に、ロイス・モーリーに代わり、遊撃手に定着し、全154試合に出場した。打率、275、19本類打、79打点を記録し、19本類打は2007年に、トロイ・トロイツキーに更新されるまでなリーグ遊撃手、新人最多本類打記録だった。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、ウォーリー・ムーンに次ぐ2位だった。 1955年にバットを軽量バットに変え、リーグ3位の44本塁打を記録し、遊撃手としてのシーズン最多本塁打記録を樹立。そのうちの5本は満塁本塁打でリーグ新記録となった。1958年にはリーグ最多の129打点、47本塁打を記録し、前年の遊撃手としてのシーズン最多本塁打記録を更新。 同年 MVP を受賞しているがチームは72勝82敗と負け越し負け越したチームからの MVP 選出は史上初1959年もチームは74勝80敗で負け越したがバンクスはリーグ初の2年連続で MVP を受賞本類打王をエディマシューズに譲ったものの2年連続で打点王となった 1955年から1960年にかけてメジャー最多の248本塁打と記録。守備では1958年にリーグ最多の32失策を記録したが、1959年に失策数は11まで減らし、1960年にはゴールドグラブ賞を受賞した。その後は膝の故障に悩まされ、 1961年6月23日には連続試合出場が717で途切れた。メジャーリーグの遊撃手としてはやや守備範囲が狭いのではとの声も出てきており、1962年には一塁へコンバートされた。1966年にレオドローチャーがカブスの監督に就任してからは、閉殺打の多い2割6分打者と皮肉を言われるほどだった。 1965年9月2日に通算400本塁打を達成し、5年後の1970年5月12日にリグレイフィールドで史上9人目の500本塁打を達成。1971年9月26日に現役を引退。明るい性格からミスターカブ、ミスターサンシャインと呼ばれ、レッツプレイーと選手を鼓舞し、野球を愛した。 バンクスは現在でも出場試合数2528、打数9421、塁打4706などのカブスにおける球団記録を保持している。シカゴではマイケル・ジョーダンが登場するまで最高のスポーツ選手だった。個人的に優れた成績を残しながらもバンクスがカブスに在籍中はチームは一度もワールドシリーズへ進出できず低迷していた。そのため、 どんなに個人が活躍してもチームが優勝できないことをアーニー・バンクス症候群と呼ばれるようになった。マイケル・ジョーダンも1991年にチームが優勝を果たすまでそのように言われていた時期があった。バンクスの背番号14。シカゴ・カブスの永久欠番に1982年指定。2009年引退後はカブスのコーチを務め。 アメリカ野球伝道入り資格1年目の1977年に、得票率83.81%で選出を、果たし、1982年8月22日に、自身の背番号14がカブス史上初の永久欠番に指定された。1999年のメジャーリーグベースボールオールセンチュリーチームでは、遊劇手として選出された。 2015年1月23日死去。83歳坊津。ありがとうございます。